どうも東京挫折組です。お願いします。今日の企画は挫折組流ライフハック術。五十嵐さん、はい、ライフハックという言葉ご存知ですか？いや知ってるよ、そりゃ。これね、生活で使える裏技的なね。だから YouTube とかにもさ、その海外の人が上げてるライフハックの動画とかさ、それもう最近面白いなと思ってさ。あー、あれなんかずっと見ちゃうよね。だから巷で使えるよっていう技ね、今日はちょっといろいろ調べてもう用意してあるんで、それを実際に試してみようという企画。どうですか、五十嵐さん、そこらへん。いやー、ちょっとね、そのライフハック、はい、やっぱ今後の生活にも役立てていきないな。マジっすか。それでは早速やってみよう、はい、それではもう最初のライフハック術なんですけども、はい、五十嵐くんさ、ワインとかシャンパンとかでさ、コルクあるじゃん。家にさ、コルク抜きがなくて困ったことない？大抵の家ないしね。そう、大抵の家ない。もうどうやって開ければいいか分かんなくなっちゃうじゃん。分かんない。そこで使えるライフハックが一つあるんですよ、五十嵐さん。なるほどね。使うものはこちらです。これ何、なんか道路から拾ってきた。いや、道路から拾ってきた靴じゃないですよ。これ使うものは革靴。やり方的にはね、うん、この革靴の中にこれをこうもう入れちゃいます。なるほど。そしてで何度か叩きつける。はあはあはあ。そしたらどんどんこのコルクが上に上がってって、スパ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 ーンとコルクが抜けてしまうという、これライフハック。これすごくない？ちょっと信じがたいね。そう、信じがたいでしょ。だからもう早速ね、五十嵐くん、もうこの革靴を使ってこのコルク抜いちゃって。今、うん、はい、うん、すごい音だもん。はい、うん、どう？もう上に上がってきてんじゃない、コルクが。瓶割れないよね、大丈夫なんだよね。これが聞きたいんだけど。取れる気しない。時間かかる。じゃああれかな、これ上に向かってるからダメなのかな、このコルクが。ちょっと横にさ、ドアに叩きつけるとかさ、横にしてこういう感じ。あ、そうそうそう、そういう感じでやってみたらどうなんだろう。あ、いいよ、あ、いいじゃん。さあ抜けるぞ、そろそろ。これ五十嵐くんが日頃のストレスをぶつけてるだけの、バレるだけだ。あ、でもマジで上には上がってきてるじゃん。いや、ほんとだ。お、いいよいいよいいよ。お、でも机が机、ちょっと待って、机がガタきてる。もう足がグラグラの机ですからね、これもともと。俺もう失敗すると思ってたもん今。で、挫折組で久しぶりの生活。不意に突然その時が訪れたからさ。いきます、バン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 。びっくりした。じゃあもうこのライフハックは五十嵐くん成功か失敗で言うと、これ大成功。もうですね、うん、掃除してたところ、そうね、はい、机がね、ちょっといかない。衝撃だったね今これ。奇跡のバランスでこの机、俺初めて見てこのパーツ。机直すライフハックないの？机直すライフハックない。はい、それでは五十嵐くん、はい、続いてのライフハックいきますよ。いきましょう。もうちょっと楽しくなって、楽しくなってきた、スイッチ入ってきた、はい、五十嵐くんさ、無人島とか行った時にね、うん、一番必要になってくるものって何かな。精神力的な。精神力はもちろん必要だけど、うん、もうもっと根本的なこと。
火？そう火。でも火ってね、これライターとかがあればいいけど、ライターとかがない場合どうやって火を起こせばいいかって言ってさ、五十嵐君、この2つを使えばこれ簡単に無人島でも火がつけられるんですよ。まず炭酸電池、そしてこの板ガム。え、これがある？というのも、まずこのガムの、これ銀紙を使います。これをちょっと細めに切ってください。はいはいはい。そしてここの銀の部分をこのプラスとマイナスにちょっとつけちゃってみてください。五十嵐君、これでちょっと押さえてたら数分したら火がつくんですって。マジ？マジです、五十嵐君。これ危なくない？大丈夫、素手でやるもん。これ素手でやるもん。どうですか？いや、これさっきのコルクよりしんどいかもしれない。暑いな、マジで。で、ちょっとなんか暑くなってきたなみたいなのもない？ないない。まだわかんない、油断はできないから。五十嵐君、寝られましたか？大丈夫ですか？いや、五十嵐君、ちょっとこれはね、萎えるね。もうちょい細身にしようか。そうね、熱が伝わるようにね。さあ、どうだ。もう暑いんじゃない？五十嵐君の指も。いや、変わらない。電池が熱くなったりとかもない？ないね。どうなんだ、俺ずっと触ってるからもわかんないんだけど、電池ちょっと触って。あ、はいはいはい。冷たいかどうか。あ、ちょっと僕触ってみましょうか。冷たいですね。まあ、じゃあこれは成功か失敗で言うとどうなんだろう、五十嵐君。失敗。いや、先ほどの盛り上がりと比べるとね、絶対順番逆だった。どうでしたかね。まあまあまあ、そう、1個目すごい楽しくって、もっとライフハックこう知りたいってなった。確かにいい顔してたもんね。だから、あのコルク抜きがないっていうのはまだわかんない。無人島行ってライターないのに電池の板がある。今回の検証結果、革靴でコルクを抜くとすっごい盛り上がる。これはやってほしい。東京挫折組です。お願いします。どうも。どうも。